6月の壁面飾りの例です。まず台紙を用意します。今回は77cm×110cm の台紙を使いました。文鎮などでところどころ押さえると作業がしやすいです。紙の真ん中あたりに歌詞を書きました。直接書く場合は鉛筆で薄く下書きをしてから書くといいです。消しゴムはんこを使って周りにアジサイの花を押していきます。アジサイの葉は絵の具を使って筆で描きました。そこに斜めに雨の筋をつけて雨粒をスタンプします。最後に大小さまざまなカタツムリを貼って出来上がりです。一つ一つ見ていきましょう。アジサイは消しゴムはんこに絵の具をつけて押しています。真ん中の丸は綿棒で押しました。アジサイの葉は黄緑と青の絵の具を混ぜて水で薄めふんわりと描きました。雨の筋は薄めた絵の具を染み込ませた糸を弾いてつけています。雨粒はスポンジを雨粒の形に切り絵の具を染み込ませてスタンプしています。カタツムリは2色の折り紙を折ったり切ったりして貼り合わせたものに白い丸シールを貼り、いろいろな目玉を描いて、最後にクレヨンで渦巻き模様を描きました。ザラザラのランチョンマットの上で描くと、渦巻きが点々のようになりました。時間や手間があまりかけられない時も、工夫して季節の壁面を飾ってみてください。